名古屋市鶴舞中央図書館前より、鶴舞交差点方向、画面最上部高架線は、名古屋高速道路都心環状線、鉄橋は JR 中央本線。名古屋市道、堀田高学線は、名古屋市水北上保町の松田橋交差点と、同市東区東桜の高岳交差点を結ぶ、主要地方道たる、名古屋市の市道である。全線にわたって、 空港線の愛称が付けられており、1984年に名古屋市が愛称を工房の上制定した。国道41号の名古屋市内部分と合わせる形で全線にわたって空港線と呼ばれる。また、全線にわたって名古屋高速道路が高架で、堀った高額線上を通っている。全線片側3車線で、最も外側の車線は鶴舞公園前まで、 バスレーンとなっている。南行きは名古屋高速東新町入り口付近から丸田町付近まで中央近くによる構造上高岳交差点を境として国道41号の延長にあたる形となっているためしばしばこの道路を国道41号として案内していることがある。周辺には数々の観光施設、商業施設、大企業があるため平日 休日問わず、全区間において、交通量が多く渋滞が発生しやすい。特に、朝は、大型トレーラーや、トラックなどによって右折レーンが混雑し、隣の直進車線まで、右折待ちの車両が溢れることがある。また、鶴舞交差点は変則的な誤差路となっており、JR 中央本線の高架足により、車線に制限があることもあり、構造的に渋滞が発生しやすくなっている。 交通量が多く路面の損傷も進みやすいため、リフレッシュ工事も絶えず、行われている。この道路の直下を通る名古屋市営地下鉄の路線は、計画としては存在するが、現在当該計画の事業化は凍結されている。南側から順に記述する。南側から交差する順に記述する。他に、駅はないが、名古屋市営地下鉄東山線とも交差する。名古屋市道。 堀田工学線は通過する名古屋市の全地域において空港線の別名で呼ばれるほか各地域において以下の通り呼ばれることがある。ありがとうございます。